します。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さん、あの今日届いた衝撃のニュースご覧になりました？知ってますよ、あのジャニーズの錦織圭君が関ジャニ∞を辞めたらしいんですよ。あ、辞めたっていうか辞めるらしいんですよ。びっくりですよね。ね。すみません。でもね、それを超えるもっと衝撃的なニュースがあったんですよ。これ何かというと、ピン芸人の森が芸人をほぼ辞めてる。これショックですよね。ショックと同時に何を言ってるのか分かんないと思うんですけども、実はね、僕ちょうど1年前から小説家になろうという小説投稿サイトにエロ小説を投稿してるんですよ。だから僕芸人っていうよりも今エロ小説家に近いんです。あれですよ、エロ小説って言ってもスケベなやつですよ、本当に。で、そのね、どれくらいやってるかと言いますと、まずあの芸人としてはネタ、これ毎月やってるネタ、これね、僕何文字あるかアプリで調べてみたんですよ。で、僕のネタ900文字だったんですよ、大体。で、それがまあ、1年間毎月新ネタを作るんで、1年間で1万文字僕はネタを書いてるんです。で、これに対してエロ小説をこれもね、アプリで何文字書いてるか調べられるんですけども、このエロ小説の方は104万文字書いてるんですよ。100倍僕ネタよりエロ小説書いてるんですよ。でもほぼエロ小説家なんですけども、まあさらにね、どれくらい見られてるかと言いますと、僕エロ小説をこの前投稿したら2000アクセスあったんですよ。同じ人が何回も見ている可能性もありますけども、多かったら2000人の人が僕のエロ小説読んでるんですよ。で、これに対して僕のネタ、このね、ジュニアライブのネタ動画を YouTube に事務所がアップしてるんですよ。で、これの僕のネタの再生回数が7回なんですよ。で、うち2回僕なんですよ。5回なんですよ、再生数。でも、ほぼ皆さんからの目線ももうエロ小説家であるというふうに見られているんです。そして何よりも評価、これね、僕エロ小説で、そのサイト、小説投稿サイトは食べログみたいに平均点数が出るんですよ。で、5点満点で平均で 4.6 点なんですよ。四捨五入したらもう5点なんですよ。で、これに対して先月のこのジュニアライブの僕の点数、これね、有効投票数が12票、だからまあ途中で帰っちゃった人とか抜かして12人の人が採点を行ったんですよ。ありますよね、0点から3点までありますよね。これで僕先月僕の点数11点なんですよ。1に満ちてないんですよ。少数切り捨てたら僕0点なんですよ。だからもう評価としてはエロ小説家の方が高まってるという感じでございます。まあつまり、ね、何を言いたいかと言いますと、もうね、僕が書いてるエロ小説を明日さらに投稿しようと思って見てください。宣伝をしてみました。以上、森谷でした。どうもありがとうございました。